はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。プリンセスコネクトリダイブ始めていきましょう。あ、先輩はまだ遊べるんだ。とりあえず撃破しときましょう。夏だ。お。感じるよ。この力はプリンセスフォームとはまるで違う。これが世界を構成する属性の力なんだね。とりあえずそれはともかくクリアしに行きましょう。どうすりゃいいんだ。そう、レア度なんだよな。これどうだ？ああ、結局戻っちゃうのか。いや、これ。そうだ、結局こいつ。
いつ潰さないとダメだ。こいつが回復するんで、こいつをどうやって打ち破るかよな。殴るの分かるんだけど。全員畳みかけて攻撃するってのがいいのかな。これだから攻撃できない。どっちか片方やった方がいいと思う。この前衛の。こいつは回復するからな。勝利への一撃、ソードオブフェニックス。結局全員攻撃になるのかこれ。全然気づれないんだ、元々から。レベルが全然足りないからなんだろうな。一応ダメージは食らってるんだけど、すぐ回復しちゃうからな。今は無理ってことで。ギルド管理局。お疲れ様です。後編のストーリーに行ってみましょう。このぐらいのレベルでいけそうだけどな。一歩進行ってするとどうなる。
まず。ついてきてね。そういうことか。そうだ、助っ人つけることはできるんだ、一応。え？できたっけ、助っ人。いいよね。天が二物を与えちゃったね。もうちょっとだ。サダンク。受け取ることができる報酬があるようです。確認してみて。
イベントじゃなくて、特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。後編ですね。これって公平に続けるんだろうか。まあ、続くんだろうな。大丈夫。まだちょっと。なるほど、前編を5話までだったよな、よく考えりゃ。招かれざる客だ。世界の管理者であれば反応せざるを得ない存在と言える。ありえない話じゃないわね。似たような残滓ミネルベータなんかもいることだし、もしもエリスにミネルヴァ様の名残があるとしたら、ソルの塔の機能も使いこなせるかもしれないわね。それから考えるってことでね。そうだな、少し休憩をしてから移動しよう。ここからランドソルまでだと急いでも到着は明後日になっちゃうよね。もうちょっと早く移動したいな。馬車でも借りる？その必要はない。手段ならある。そのマジックアイテムは見たことがあるよ。確かレイジレギオンが使っていた。ワープクリスタル。私の世界から持ち込んだものだ。
任意の場所に移動できるよう調整してある。便利なものがあるんだな。でも安心したよ。私はまた風に乗るのかと思った。いくら死なつでも全員を抱えることは無理だろうからね。抱えずに移動する方法もある。だがその代わり風音がうるさくなる。昨日は静かにしたかったからな。なるほど。ひよりちゃん、ひよりちゃん、今の聞いた？なんだか意味深な話だったよね。二人で抜け出してたってことなのかな。しかも空を飛んで。私も飛びたかったな。なんだか妙な勘繰りをされてるけど、私たちはただ剣の修行をしていただけだよ。死夏からも何か言ってくれ。しっかり言葉に詰まってる。そのリアクション怪しいな。二人でご飯とか言ってたの？まさか温泉とか？温泉？それはさすがにみんなで行こうよ。温泉か、それはいいな。いや、まずは誤解を解こう。話に乗っかるのはそれからだ。大丈夫だよ。お店は逃げないって。
が甘くなっている。足元に意識を。あ、いや、はい。日和たちはランドソル観光、レイたちは剣の修行ね。確かにどっちも修行ってのんびりしてるって言えるのかしら。レイちゃんたちがいいならいいんじゃないかな。そうだね。あ、でも外前にエリスさんがどこにいるか知っておきたいな。せっかく私が集中できるように時間をくれたんだから。よし、もう一回エリスさんを探してみるよ。二人とも休暇お願い。
りちゃんが私のコピー元でよかったよ。ありがとうね。よし、今日はこれくらいにしておこう。短いからね。そうか、そうだな。しかしまだ驚いているよ。もう一人の自分と顔を合わせただけでなく稽古までつけてもらえるなんて、ユイたちのことを考えればそんなことはありえないと思っていた。エリスと言ったな、この世界の管理者は。彼に選ばれたもう一人のユイだ。彼に選ばれたか。私とエリスの立場は近しい。心情を推測することはできる。エリスが君たちに対して抱いた感情もな。だがそれは自分の世界を唯一無二のレジェンド・オブ・アストルムとそう信じていた頃までだ。私とアイラは自分の世界がコピーだと知った時点で目的が変わっている。いたずらに生み出され、いたずらに傷を増やし、自分自身の意思で生も死も選ぶことはできず、いたずらにリセットを繰り返し、先は見えない。そしてその世界を見守っているのは他でもない自分だ。そんな世界を見せつけられて何もしないなどできるはずがない。たとえどれほどいびつだとしても、私は自分の世界を守らなければならない。それが私の義務であり責務だ。こうして目的を変えることができたからこそ、私は君に一点のわだかまりも抱かないでいられる。だがエリスはそうはいかない。この世界が基本世界である以上、彼女の痛みは続いている。割り切れという方が酷だ。私は浅はかだったかもしれない。ユイのことを考えるあまり、エリスの怒りと悲しみを真に理解していなかった。いや、ユイの気持ちすらも完全には。今はどれほど心が揺れてもいい。私がいるからな。死なず。ただし今だけだ。皆のところに戻る前には心を静めておくといい。分かった、ありがとう。レイ、いざという時、君が守るべきは君の世界にいる仲間たちだ。そのことを見誤らないように。いいね。肝に銘じておくよ。それじゃ私はソルの塔に戻るわ。何かできることがあるかもしれないし。ありがとう。そっちこそ気をつけなさいよ。あとは二人きりでごゆっくり。ひよちゃん、二人きりでってそんな、意識しないようにしてたのに。疲れたなんて言ってられないよ。だって
初にエリスさんの存在を感じた時、勘違いかもしれないって思ったの。でもそうじゃなかった。今日それをはっきりと実感したんだ。エリスさんはいるんだよ、この世界の中に。本当によかった、いてくれて。答えなさい、草のユイ。私は一体何のために生まれたの？なぜあんなにも長い時間、そして今も苦しまなければならなかったの？それはあの時、生まれてきた理由を聞いてきたエリスさんに、私は何も答えられなかった。それどころか、エリスさんを本当の意味で救う方法、まだそれはわからないけど、まずはあなたを止める。できない。私の気持ちもわからないのだから。そんなことない。わかるよ、エリスさんの気持ち。私だって本当は言っちゃいけないことも、私はエリスさんに謝らないといけないの。たとえ許してもらえなくても謝りたい。今度こそエリスさんの心に近づきたい。全てはそれから。そうしないと私は前に進めない。ごめんね、騎士君。エリスさんに助けてもらわないといけない時なのにこんなことを言っちゃって。私もいいの？ありがとう。おっとっと、そこにいるのはユイちゃんとキシ君？二人ともお疲れ様。ヒヨリちゃん、アイガさん。向こうにいるのはユイたちか。よし、合流しよう。明日のことも話しておかなければな。魔物の数が増えてきたな、ユイ。この先にエリスが。はい、間違いありません。それにしても驚いたわね。ここ裏世界の入り口でしょ。まさかこんなところにエリスがいるだなんて。君は気がつかなかったの？もう何度も裏世界に行ってるんだろ。
らしいというか、なんというか。あ、アイラ、壁に穴を開けるのは危ないよ。もっと気をつけないと。ごめんごめん、やりすぎちゃった。って、あれ、穴の向こうになんかあるね。遺跡？あ、見たことある。あれ、エリーさんのお城だよ。見つけたみたいだね。さすが探し物を見つけるのが得意なだけはある。行こう。エリスどころか、こんな城まで隠されてたなんてね。ちょっと驚きだわ。私は今、エリスの居城、黒きバラに、その才能に囚われています。それは世界の裏側に限りなく近い場所。簡単にたどり着けるものではありません。なるほど、そんなことをミネルヴァ様が。じゃなかった、ミネルヴァ様のふりをしたエリスが言ってたのね。それじゃあずっと前から教えてくれてたんだ、自分がどこにいるのかってこと。もしかしたら迎えに来て欲しかったのかもね。みんな待て。この先かすかに明かりが漏れている。青い色だ。これまでとは様子が違う。そこにエリスさんがいるかもしれないね。みんな、ここから先は私だけで行かせてもらえないかな。ゆいちゃん。その決意は尊重したい。だが危険だ。罠が仕掛けられている可能性もある。騎士君。確かに騎士君がいれば強化もできるしね。一人で行くより安心かも。お願い。何かあったらすぐに戻ってきなさいよ。気をつけてね。ゆいちゃん、無理はしないでね。ゆいのことを頼んだよ。みんなありがとう。これは青い茨。私にも見えるよ、あの茨の中に。エリスさん眠ってるのかな。もう少し近くで。このイバラはエリスさんを守ってるみたいだね。近づくのだけでも難しいかも。ヒチ君、それ以上は。ヒチ君、進めた。うん。ヒチ君はやっぱり特別なんだね、エリスさん。二人とも大丈夫かな。きっと大丈夫だよ。私たちは信じて待とう。あの光の色、データの修復中っぽいよね。ああ、何者かがエリスのデータを保護し修復していると見ていい。消滅しかけていたデータを修復するなんて誰にだってできることじゃないわ。もしかしてミネルヴァ様が。その可能性が高いだろう。
ずいぶんと長い間同化していた相手だもんね。名残をとどめるだけじゃ名残惜しいって思ったのかも。このまま消滅させたくないって。名残惜しい、そうかもね。ミネルヴァ様は平等に祝福をしてくれるもの。太陽と星の祝福を。キジ君、お願いがあるの。評価してくれないかな。アストラルの力じゃなくても大丈夫。プリンセスナイトの評価を受けた私なら話すことができると思う。だからお願い。私はエリスさんに謝らないといけないの。たとえ許してもらえなくても謝りたい。今度こそエリスさんの心に近づきたい。すべてはそれから。そうしないと私は前に進めない。ありがとうエリスさん。あなたに会いたい。あなたの声が聞きたい。少しでもあなたに近づきたい。この気持ちを伝えるんだ。ここは二度と、もう二度とお前の顔を見ないで済む。そう思っていたのに、全く腹立たしい鎖ね。エリスさん。草のユイ、まさかここまで、私の眠りの中にまで土足で踏み込んでくるとは。ごめんなさい。どうしてもエリスさんに会いたくて。状況は把握している。この体に置き去りにされたミネルヴァの残滓、どうしようもなくそれが機能しているから。本当に迷惑な話。勝手に生み出し勝手に蘇らせただけでは飽き足らず、こんなものまで残していくだなんて。草のユイ、お前の狙いもこの残滓なのでしょう。それだけじゃないよ。シナツさんとアイラさんを助けたいのは本当だけど、私はそれだけのために来たんじゃない。エリスさんに会いたかったの。私は二度と会いたくはなかった。それでも会いたかった。謝りたかったの。謝る？何？私に自分の身代わりをさせたこと、お前が受けるはずだった攻め子を全て押し付けてきたこと、それを知った上でなお被害者ぶって周りを振り回したこと、答えてみなさい草のゆい。何について謝りたいというの？何もかもを。エリスさんが傷ついてきたのは私のせい。エリスさんが受けてきた痛みも悲しみも本当は私が受けるはずだったもの。あなたが追い詰められてしまったのは私のせい。だから謝りたいの。あなたが受けてきた全ての痛みに。笑わせるわね。口ではどうとでも言えるわ。エリスさん、否定はさせない。どうしても続けるというのであれば見せてあげるわ。
回復が間に合わない。なんとゆい、今お前に流し込んだのは私が見続けてきたログの一部。お前をかばい、岸君が命を落としたその瞬間、胸が張り裂けるようでしょう。逃げ出したくなるでしょう。だが私にそれは許されなかった。もう一度聞くわ、草野ゆい。ほんの少し垣間見ただけで涙を流して膝をつくお前が私に何を謝るというの。何もかもをエリスさん、ごめんなさい。まだ言うのね。なんだこれ。悪夢やん。私の見てきたものよ。生まれてこなければよかった。そんな気持ちになったでしょう。ミネルヴァと同化するということはそういうこと。全ての悲劇を強制的に認識させられ、忘れることも許されない。それはきっとあの二人も同じだったはず。お前たちは気づいていない。あの二人が平然としていられるのはお前たちを許したからでは決してない。あれは定款よ。彼女たちはとっくに絶望している。絶望したからこそ目の前の世界を救おうと動くことでしか理性を保てなかった。私が騎士君と添い遂げることだけを思い行動したのと同じように、そうすることでしか生きていけなかった。草野ゆい、お前が私の元を訪ねた本来の目的はあの二人を元の世界に返すためでしょう。だが帰ったところで彼女たちを待っているのはただの繰り返しに過ぎない。お前が見たようなログの繰り返しよ。お前はそんなところにあの二人を追いやるつもり。千夏さんとアイラさんは諦めてなんかないから、だから私は二人を助けたい。私の話を聞いていた。あの二人は諦めている。諦めたからこそ平然としていられるの。諦めたことはあるかもしれない。でも何もかも諦めたわけじゃない。千夏さんとアイラさんはリセットを止める方法を探してる。今回は見つけられなかったかもしれないけど、それでも二人は諦めてなんかいなかった。だから助けたいの。私はね、たとえ嫌がられても迷惑かもしれなくても、あなたのことも助けたいの。相変わらず
逆しらの顔をして、もういいわ、消えなさい草のゆい。エリスさん、失ってるわね、さっきのユイみたいに。変身が、エリスに引き込まれたか。ヒシ君、久しぶりだね。ごめんね、騎士君。急に来てもらったりして。久しぶりに会えたから、つい。
謝られたよ。前みたいに言いこぶったことを言って自分の気持ちばかり押し付けてきた。でも騎士君のログを流し込まれてもなお私に向き直ってきた。そんなことより元気だった？私はどうかな？どう言えばいいんだろう？アバターのプロテクトと修復、その両方の機能があるの。私への哀れみか同情か、世界を破壊しかけたことの贖罪をさせたいのか、それは分からないけれど、私は消滅しなかった。それだけが事実だよ。そうなのかな？でも騎士君が言うのならそうなのかも。いつだって誰かを助けてくれるのが騎士君だから。今もそう、無関係の二人を助けようと頑張ってる。この世界のものですらない相手なのに。ねえ騎士君、ちょっとだけ意地悪なことを言ってもいい？あのね、あの二人を助けるってどういうことなのかな？私にはわかるの。自分たちの世界に戻ったところで彼女たちがどうなるのかを、自分の手が届かない場所で誰かが傷つくのを見ていることしかできない。それを何度も何度も繰り返して終わることさえ許されない。それはすごく苦しいことだと思う。そんなところに返すことを本当に助けるって言ってもいいのかな？あの二人が諦めていないってことは分かってる。それでもどうなのかなって。でも未来を決めつけることもできない。あの二人の未来はあの二人じゃないとわからないってこと。そっか、ごめんね騎士君、意地悪なこと言っちゃって。でも分かったよ、やっぱり騎士君はすごいね。この世界とは関係のない相手にも優しいなんて。気を失った後、赤い霧の精霊が出たのよ。それで私と千夏ちゃんだけで大丈夫だよ。日和ちゃんたちは騎士君が起きてからのんびり
いや、私も絶対ついていくよ。二人だけで戦わせたりなんかしないもん。もって、シナツ、アイラ、止めても無駄だぞ。意地でもついていく。足手まといにはならない。頼む。分かった。ただし無理はしないように。フィオ、ユイ、予備のワープクリスタルだ。受け取れ。私たちを追うように念じればそれで発動する。確かに受け取ったわ。こっちに追いつくまでにやられるんじゃないわよ。頑張ります。ユウちゃん、ミオちゃん、キシ君とエリスさんをよろしくね。みんなも頑張って。任せて、後で会おう。さあさあ、真っ赤なキリちゃん、ここまでおいで。あっかんべー。しなつ、べー。追いかけていったわね。さすがに4人がかりで挑発されたのは頭にきたのかも。みんな、どうか無事でいて。って感じなの。流れは分かってくれた？キズ君、エリスさんと話せたんだよね。どうだった？あ、どうって言われても困っちゃうよね。ユイの気持ちは分かるけど、今は割と緊急事態よ。だから代わりに聞くわね。エリスに協力はしてもらえそう？分からない。ガイド妖精ね。エリス、草野ユイ、お前の謝罪を受け取ったわけではない。お前の言葉など何の意味もなさない。だが今のお前は過去のログでは確認できなかった目をしている。おはよう、騎士君。どういたしまして。断れなかった。一度あれだけ騎士君を求めてあがいてもがいて失敗したのに、それでもどうしても拒めなかった。騎士君の姿で、騎士君の声で、騎士君の気持ちを伝えられたら嫌だなんて口にできるはずもなかった。はあ、どうしよう。私はまだあなたのことを、はあ、今の状況は
なんだ？あれはオイラとシナツさんだよね。どうして姿を変えたりなんか。挑発のつもりか。なるほどね。私たちのコピーを作るのくらい簡単ってことか。それは面白いね。かな。やめろやめろ、それ以上見せるな。シナツちゃん、おかしい。シナツもアイラも明らかに冷静さを欠いている。ヒヨリ、二人を援護しよう。取り込まれていってるエネルギーを。その姿を見せるな。私は私なんだ。すっごい。私なんだ。そうだ、選ばれたんだ。私が選ばれたから私は生まれたんだ。なら大丈夫。選ばれたのなら耐えられる。笑顔にしなくちゃ。世界中のみんなを私が。なぜだ、なぜリセットが止まらない。彼もレイも生きているのに、なぜ。おかしい。この世界は何かがおかしい。私ですら知らない何かが隠されている。見つけなければ、救わなければ、この世界の皆を。私は選ばれたのだから、願いを叶えられたのだから。私の次にプリンセスになるべき誰かを祝福するという願いを、この私自身が皆をいたずらに傷つけ合わせる世界を求めたんだ。逃げるわけにはいかない。これは彼に選ばれた者の責務だ。逃げ出すわけにはいかない。私は何てことだ。アイラ、シナツさん。ヒヨリ、近づいてはいけない。二人の様子がこの間とは違う。
求めていってる。セキュリティプログラムの侵入を許したのね。破壊と支配、その狭間のありさまといったところ。エリス、あなたの言う通りだ。ことは一刻を争う。私のせいだ。私がわがままを言わなかったら、こんなことになる前に精霊を倒せたかもしれないのに。まずはプログラムの注意をこちらに引きつける。プログラムは自らが対象を排除するように設定されている。だからこそ第三者が対象を排除することは許可しない。安全な状況を確保してからデータの破壊をする。つまり安全が確保されるまでは排除対象を保護するということか。日和と私の行動もあながち間違ってはいなかったな。破壊が止まればあとはあの二人の体から追い出すだけ。その方法は知っているでしょう。先に注意を引きつけておく。
めんね、アイラ。ないよね。でも、ちょっとだけ我慢して。絶対に、絶対に助けるから。はあ、光のせいよ。私たちを守って。風の剣よ。思った。変身が解除された。手まといだな。絶対にダメ。ゆい、どうして前に出ちゃうのよ。あんた、どうにかならない？また変身。周りを振り回すからそうなる。自業自得よ。エリスさん、いつまでもそこで寝転がっていなさい。自分の無力さをかみしめながら。騎士君、そろそろいいと思う。プログラムの処理が遅くなってる。今なら追い出せるはずだよ。あの二人のダメージから見ても今が限界だよ。最大出力のアストラルの力をぶつけて、そうすれば体内のプログラムにまで届くはず。世界の力で思いっきり殴りつけるってことね。みんな今聞こえた？聞こえたよ。この機を逃すわけにはいかない。万全を競う。私と日和で二人を押しとどめる。騎士君、私を強化してもらってもいい？うん、すぐに終わらせるから。うん、大丈夫。騎士君、やっぱり気づいてくれてたんだね。私の体はそろそろ限界だってこと。
丈夫だよ。今この場で動けるのは私だけだから。ゆい、立ち上がった。しぶといわね。どうしても、どうしても諦められなくて、だからもう一度立ちました。そう、足手まといをしに。私焦りすぎてました。みんなの力になりたいって気持ちばっかり先走っちゃって、かえって迷惑をかけて。でも倒れている時、エリスさんの言葉を聞いて頭が冷えました。もう落ち着きました。やれます。やってみせる。その心変わり、気味が悪いわね。瞑想したんだ。エルフの里で教えてもらって。本当はそれだけじゃない。さっき岸君の記録を見せられた時、ほんの少しだけエリスさんも気がつかなかったかもしれないくらい、ほんの少し混ざって伝わってきた。岸君のことを思うエリスさんの気持ちが、そんな気持ちを知ってるのに、エリスさんがどんな決意で立っているのかを知ってるのに、私だけ寝ているなんてできない。大丈夫か、エリス。エリスさん、触るな。クソ。ごめんなさい。ただ心配に思っただけで。うぬぼれるな。この場に及んで、どこまでも耳障りのいいこと。そうだよね。ずっとあなたのことを傷つけてきた私に、心配なんかされても迷惑だよね。でもそれでもあなたのことを考えたいの。だってあなたは私じゃない。あなたはあなただから。わかるよ、エリスさんの気持ち。同じなのは好きになった人だっけ。
私たちは同じ人を好きになった。でも同じ恋をしているわけじゃないよね。ずっと見てきたんだ。直接触れ合うことはできなくても、どんな騎士君の姿もずっとずっと私だけが。だからリーグは開かない。キシ君、ユイちゃんのこと一緒に支えようね。また前みたいに大事な時に離れちゃうなんて、そんなこと絶対にしないように。さあ対決、アイラとシアツドの対決。取れた。いやー、オラもいい仕事したべ。精霊が二人の体から出ていったよ。よかった、これで。まだ終わっていない。あの二人の肉体から離れたのは表層部分だけ。侵食はすでに中枢にまで及んでいる。剣を収めるのはまだ早いということか。
でみんなに謝ろうか。一緒にさ、そうしよう。私と戦ったのは運の月です。髪は大事だ。キラキラを上げる。歌っちゃうよ。ウルフェンファイト。こっからが本番だ。今すぐ入れるぜ。ウルフェンファイト。いい感じ。次も必死。リズム上げるよ。これが植物の力だ。キラキラを。ウルフェンファイト。なんとこずエリザベス。行くよ。お父さん離れて。悪いね。なんて威圧感だ。二人が抑え込む力より精霊の力の方が強くなってきたってこと。早く精霊を倒さないと。何を今さら。そんなことは最初から分かっていたでしょう。騎士官、すぐに終わらせるね。もう少しだけ、そこで見ていて。行くぞ。恐怖に耐えてくれ。歌っちゃうよ。覚悟しろよ。下がるんだ。はい。結構気づいたな。これビリーハードが報
もちろんこのままでは勝てないんで、私勝てようか。この曲は一気にいった。一気に削った。だが勝った。期待してますよ、新人さんたち。それにしても強かったよね、赤い霧の精霊。守護する精霊ってだけのことはあるよ。千夏さんとアイラさんが取り憑かれた時はどうしようかと思ったよね。ただでさえ二人の戦闘力は凄まじいものがあった。そんな二人を操ってこちらに攻撃してきたわけだからね。倒せたのはみんなで力を合わせたおかげだよね。ゆいちゃん、レイさん、岸くんに、ひよちゃん、エリスさん、それと私に、アイラと千夏さんも。二人は最後の最後まで精霊に抵抗してくれていた。だから精霊も全てを奪い切ることはできなかったんだろう。たとえ自我を失ってもね。そうだね、きっと誰一人いなくても倒すことはできなかったと思う。だからありがとう、エリスさん。こちらから新たに現れた強力な魔物に挑戦することができます。頑張って挑戦してみてください。やらなくちゃいけないこと、忘れちゃいけないこと、たくさんあると思うんだ。私もエリスさんも。受け取ることができる報酬があるようです。確認してみてください。エンディングの後だな、これは。シナツといる時の沈黙は苦にならないんだ。不思議だね。本人はギルド管理局。なぜ出ない。
ちゃいけないこと、忘れちゃいけないこと、たくさんあると思うんだ。私もエリスさんも。さあエンディング。何しに来たのって感じだよね。おまけに目的も果たせないんだからさ。いや、これはさすがに。でも会えたよね、私たちと。え？日和の言う通りだよ。私たちは出会えたんだ。もし二人が来てくれなかったら、私たちは何も知らないままだった。それもまた紛れもない事実だよ。私は二人のことを知れてよかったって思います。シナツさんとアイラさんはどうですか？もちろんよかったに決まってるよ。私も同じだ。君がエリスか。シナツだ。はじめまして。私はアイラ。せっかく会えたし、積もる話でもゆっくり。なんて言ってる時間はなさそうだよね。ええ。セキュリティプログラムは消滅したわけではない。さらにアップデートして現れる。これまでもそうだったのでしょう。私がいれば帰還の手続き程度なら問題なくできるはず。塔の中であればプログラムにも干渉させない。向かいましょう、ソウルの塔に。そうだね、そうしよっか。ワープクリスタルは残っている。すぐに全員で移動することは可能だが。ユイたちは置いていった方がいいでしょうね。ここまで一緒に来たのに、どうして？それはね、特別な場所だからだよ。ソルの塔の頂上ってさ。あ、そっか、ソルオブ。ああ、皆はこの世界のソルオーブを持っていないだろう。ま、そのソルオーブがどこに行っちゃったのかも今は分からないんだけどね。それは置いといて、とにかくそういうことよ。それじゃあここでお別れなの？まあ
そういうことになっちゃうかな。私のせいでいろいろ大変にさせちゃって。ううん、謝らないで。ねえアイラ、また会えるかな。うん、きっとまた会えるよ。本当に？本当本当。だってほら、私たちの目的はまだ叶えられてないし、しなつちゃんと私の世界のみんなが笑顔になれる方法を見つけるまで私たちは頑張らないとだからさ。だからね、絶対だよ。絶対絶対絶対また会おうね。約束だからね。もちろん、ひよりちゃんから笑顔を奪うようなことお姉さんはしないって。さて、私はアイラのようには伝えられない。だから簡潔に。迷惑をかけたな。すまない。いいよ、気にしないで。そして会えてよかった。心の底からそう思う。私もだよ。心の底から会えてよかった。風邪などひかないように。再会の時まで元気でいなさい。しなつも元気。そんな顔をするな。笑って見送ってほしい。ゆいちゃんもいろいろとありがとう。本当に助かったよ。いえ、私は自分にできることをやっただけで。事実、私たちが今ここにいるのは君のおかげだ。感謝しているよ。それに私たちが来たせいで迷惑っていうか辛労っていうか、そういうのいっぱいかけちゃったよね。ごめん。大丈夫です。おかげで謝ることもできましたから。そうか、それならよかった。元気でね、ゆいちゃん。次はもうちょっといろんなとこに遊びに行こうね。温泉など。さて、それじゃあ最後に挨拶するのは岸くんだね。確かに、そりゃもうドタバタしちゃってたからね。ああ、必ず。ああそうだ、ちょっとちょっと岸くん、お姉さんたちに耳貸してもらってもいいかな。ひよりちゃんのこと頼んだよ。こっちだと君はゆいちゃんを選んだけどさ、でもそれって再構築前の話でしょ。今はかなり話が変わってくるって思うんだ。誰を選べとは言わない。だがまあ、そのなんだ、レイはいい子だ。悪いようにはならない。いやいや、しなつちゃん、そんな親みたいな言い方しなくてもさ、もうちょっとラフな感じでいいんじゃない。親みたいなか、せめて肉親のようだと言ってくれ。まあとにかくそういうことだから、よろしくね、キス君。信用している。じゃあ最後にお別れのハグってするとみんなが大変なことになれそうだから、はい、握手。お待たせ、エリスちゃん。挨拶は済んだよね。ああ、行こう、ソルの塔に。アイラー！
お元気で。ちゃんと帰れるかな。大丈夫だよ、きっと。そうだね、きっと。サーバー確認。ゴルカロリー、アドミニストレーター、始末。アクセス権を確認。アクセス権取得。サーバー確認。リンクス、アドミニストレーター、アイラ。アクセス権を確認。アクセス権取得。問題ない。あとはあなたたちが持つソルオーブを起動するだけ。仕事が早い。さすがはこの世界の管理者じゃなかった、元管理者だね。私は岸君から頼まれたからやっているだけ。これ以上面倒なことを起こしたくはないでしょう。ああ、この世界の皆を無意に傷つけたくはない。優しいんだね、エリスちゃん。私たちのことを気にしてくれるなんてさ。優しさなどではないわ。この感情を言葉にするのであれば同情かしら。自分たちの世界の真実を知って、現状を変えるため危険を承知で飛び出して、その挙句たどり着いたベースの世界では命を狙われるばかりで、目的を果たすことはできなかった。同情の一つもするでしょう。くく、頭では分かってても、いざ劣化されちゃうと効くな。同情してくれるだけで十分優しいさ。それに何も果たせなかったわけではないよ。皆と出会えた。飛び出してきたからしなちちゃんと会えたんだもんね。それに日和ちゃんにレイちゃん、ユイちゃんにフィオ、エリスちゃんとケシ君にもね。この世界に来たからこそ皆と出会うことができた。そして出会うことができたのなら、絆は生まれるものだろう。絆。私たちがいるってことをみんなは知ってくれた。たとえコピーの世界の人間でも、この広い宇宙のどこかで私たちは生きてる。そんな私たちの存在をみんなは認めてくれたんだよ。助けてくれるってそういうことでしょ。それだけで今回は十分。おかげでもうちょっと頑張れそうだよ。そう、それは何よりね。なんだか変な感じね。あの3人は再構築前のトゥインクルウィッシュから生まれた存在。考え方によれば、私は誰よりもあの3人のことを知っている。姿は変わっちゃったし、生きている世界も違うし、見てきた景色も違うんだけど、でもそうね、どこか懐かしい気がするわ。おっと、なんだか向こうでフィオがにやけてるよ。何かあったのか。ううん、なんでもないわ。ほらほら、フィオもこっち来なよ。お別れの前にみんなでハグしないとだから。遠慮しておくわ。いいから、本当に離れなさい。寄ってこないで、全員。岸君、こっちこっち。これで全員揃ったね。それじゃあ行こうか。うん、裏世界にみんなで冒険するの久しぶりだね。うん、ワ
笑い方がアイラみたいになってるよ。そうだった？映っちゃったのかな。あ、また。あ、そうだ。ケジ君、冒険のお手伝いのこと。待たせちゃってごめんね。もう大丈夫だから。修行も重ねたし、何より新しい力にも目覚めた。今の私たちなら以前よりきっと役に立てると思う。どうか頼ってほしい。みんなで頑張ってシェフィーちゃんやロストしちゃった人たちを見つけようね。それにしても裏世界か。完全に未知の領域だ。一体何が待ち受けているのかわからないね。でも行ってみればわかるや。その通りだね。話は向こうについてからにしよう。よし出発。目指すは裏世界だよ。ソルノンと私たちが目指していた場所、私たちの冒険が始まった場所。ちょっと寂しい気持ちもするけど、少しの間離れるね。行ってきます。ユイちゃん、どうしたの。置いていくぞ。星が綺麗だね。こうしてゆっくり夜空を見上げるのも久しぶりだ。冒険の醍醐味だね。魔法陣を使って一気に移動しなくて正解だったよ。うん、そうだね。私たちの足で進んでいかないと。この空はシナツたちの世界ともつながっているのかな。どうなんだろう。つながってると
お？何？不在時のログの確認完了。リセットはなし。よかった。みんな頑張っているな。私もせめてできることをしなければ。フィオを通じて垣間見た基本世界のデータ。それを活用すればこちらにも変化をもたらせるかもしれない。できる限りの手は尽くそう。きっとアイラもそうしているはずだ。赤麦酒は飲みたい。ってこんなこと言ってたらまた始末者に怒られそうなよか。真面目にお仕事しておこっと。始末ちゃん元気かな。それに基本世界のみんなもちょっとの間しかいられなかったけどいろんなことがあったな。まだ2つある。終了。いっちょやっちゃいますか。世界の命運は私の肩にかかってるなんてね。とりあえずは情報収集かな。こっちの世界のこと全然わかんないし。ってなるとどこか人気があるところに、人気があるところといえばいいところがあるじゃん。のこと。みんなこっちは気にしないでいいから続けて続けて。麦酒は冷たい時に飲むのが一番だよ。いらっしゃい。うちの店は初めてだね。ご注文は。麦酒は大ジョッキで。はいよ。他にはメニューだったらそっちの壁だ。値段も一緒に書いてある。値段。おすすめは鶏肉の串焼き、特製のスパイスを使ってる。あとは牛肉の煮込みなんかも人気だな。ああ、なるほど。マスターごめん、さっきの麦酒はキャンセルで。私、お金持ってないの忘れてた。そうそっかしい姉ちゃんだな。そういうところも可愛いよ。ありがとう。いや、やっぱりこういうところはみんなが楽しそうでいいね。ってそんなこと言ってる場合じゃなかった。ねえねえマスター、この辺りでさ手っ取り早くお
金がもらえる仕事ってない？私結構腕っぷしには自信があるんだ。だから魔物退治とか護衛とかそういう仕事を教えてもらえると嬉しいんだけど、知らない？そうだな、魔物退治。いや驚いた。あんたたち見た？空が真っ赤になってるわよ。空？え、もう夜明けなのか？そういうことじゃないって。あんたたちいつから入り浸ってんのよ。ああ、ちょうどいいところに。なあ、役場の姉ちゃん、例の賞金がかかった魔物まだ倒されてないよな。ええ、まだよ。魔物がうろついてるせいでランドソルに行くのも一苦労。困ったもんだわ。困った。どうだいお客さん、腕っぷしに自信があるならその魔物を倒してみるってのは？いいね。その魔物私が倒してくるよ。賞金もゲットできるし、それに困った時はお互い様様だもんね。私の世界とは地形が異なる。潜入には成功したようだな。ここが全てのベースとなるアストライア大陸か。またか。しつこい追っ手だ。さてこれからどうしたものか。セキュリティのほころびが生まれた以上、この世界ではミネルヴァに関する何かが起こった。それは間違いない。その何かはリセットの先にたどり着けるものなのか。まずは情報を集めなければならないな。定石であれば聞き込みだが、いやそれは無理だ。私の愛想は皆無だ。話しかけても無視をされるに違いない。そもそも初対面の相手に話しかけることすら無理な話だ。あれは火柱、すさまじい威力だ。まさかこちらの世界に侵入する際妙な手応えがあった。試行錯誤の結果ようやく見つけたセキュリティの小さな日々。小さなスプーンで牢獄の壁を壊すかのように時間をかけて広げ掘り進め、修復されることも防いだ。そしてその光が見えた時、一気に視界が開けたように感じた。そう、例えるなら隣り合った小さな感激がつながり一つの大きな穴となったような。ならばいるはずだ、レイのコピーである私の世界の隣で私と同じように感激を掘り進めていた存在が。よし、魔物の討伐完了。ちょっとこんがり焼きすぎちゃったかもだけど、ま、大丈夫だよね。あれ？あなたも魔物退治？ってわけじゃなさそうだね。わかるだろうか。そっか。
んだ。アイラ、いい名前だと思う。ありがとう。ねえ、あなたの名前を教えて。レイさんって呼ぶのは違うでしょ。シナツだ。私のことはそう呼んでくれ。シナツちゃん、素敵な名前だね。はじめまして、シナツちゃん。これからよろしくね。はじめまして、アイラ。こちらこそよろしく頼む。奇妙なものだ。初めて会うはずなのに知っている。会ったことがないはずなのに覚えている。初対面のはずなのに落ち着く。初対面の相手は苦手なのにな。串焼き2人前お待ち。やった、待ってました。どうも。しかしお客さん、本当に腕が立つんだね。魔物をあっという間に倒しちまうなんてさ。本当だよ。空が赤くなってるのにも驚いたけど、それよりも驚いたぜ。おまけにお連れさんもすっげえ美人な予感が。ありがとう。でもあんまりこっちを見てると麦しわがぬるくなっちゃうよ。お姉さんの言う通りだよ。二人ともそれくらいにしておきな。ごめんなさいね。どうぞごゆっくり。どうもどうも。で、しなつちゃん、マスクしたままだったら何も食べたり飲んだりできないと思うけど。人が多い場所で素顔を晒すことがなかったものでな。少し心の準備がいる。ああ、人前に出るタイミングって限られちゃうよね。基本ソロの塔に閉じこもってるわけだし。アイラはなぜ平気なんだ。緊張しないのか。うん、一応私の世界ではフレンドリーな神様で通ってるからね。みんなの前に出る時も基本はお祭りとかのタイミングだし。そっか、
私のところとは随分違うな。私が表に出るときは試練の時だ。皆が苦境を乗り越えるための助言や課題を与える。神様っぽい。でもまあこっちにいるときはごく普通の一般人だし、もうちょっと肩の力を抜いてもいいんじゃない。周りの視線が気になったときは私がガードしてあげるからさね。まるで年上のようなことを言うな。元は私より年下だろ。気にしない気にしない、お姉さんに任せなさいなんてね。ああどれも美味だな。特にこの煮込み、非常に奥深い味わいだ。濃厚さが癖になる。美味しいよね。それおかわりしよっか。麦酒ももう一杯いっとく。大丈夫でいい？ああ大で。いける口だね。マスター、麦酒は大ジョッキで2つ、あと煮込みのおかわりお願いします。はいよ。それにしてもこっちの麦酒は美味しいけどなんか私のとこと違うな。どう違うんだ？もっと赤いんだよ。ちょっと癖はあるんだけどね。ハマったらこれがなかなか、やはり世界の違いか。世界が違えば麦酒も違うってことだね。ついでに言えば管理者も違うだな。だね。どんな子なのかな、こっちの世界の管理者って。私たちが今この場にいることを考えれば、最も可能性が高いのはユイのコピーだろう。もちろん別の誰かかもしれないが、他にいくつコピーの世界があるか分かんないもんね。考えるだけで気が遠くなるよ。ま、何にしてもさ、こっちの世界の日和ちゃんたちと仲良くできたらいいよね。みんなはデータを利用されただけ。私たちの世界を作ってきたのは私たち自身なんだからさ。あ、そうだな。麦酒は大ジョッキ2つお待ち。あと煮込みね。助かる。そうだマスター、この辺りにさ、もっと赤色の麦酒あってない？赤い色？ああ赤麦酒か。この辺りにはないが、確か西の地方に行けば飲めるはずだ。西、私が侵入時にいた辺りか。侵入？あはこっちの話。マスターありがとう、いい情報が手に入ったよ。シナツちゃん、明日にでも西に。麦酒はもう一杯大で。飲むの早っ。アイヴァ、それくらいにしておけ。それ以上思い出すのなら。わかったよ、言わない言わない。だから剣は抜かないで。なんか仲いいんだね。そうだね。さらに、はあ、
いだな。こういう時はと、ごそごそごそ。じゃじゃーん、瓶詰め赤麦シャー。またか。飲むのはほどほどにしておけ。まあまあ、しなつちゃんも飲む？飲まない。絶対にだ。完全に苦手意識持っちゃった。じゃあ進めないでおくね。そうしておいてくれ。あの醜態を二度も晒すのは避けたい。どうして私はいつもこうなんだ。皆を導く時も怖くなるし、とっさに言葉も出てこないし、愛想もなければ冗談のセンスもない。まあまあ、そんなに落ち込まないで。しなつちゃんは頑張ってるんだから。頑張るだけではダメなんだ。結果が伴わないと。うん、ちょっと麦酒を飲みすぎちゃったかな。はい、お水飲もうね。素直でよろしい。麦シワが入るとしなつちゃんもこんな感じになるんだね。なんだ、普段の私は面倒くさいとでも？いや、そこまでは言ってないよ。仕方がないだろう。生まれが生まれだからな。レイは面倒くさい。だから私も相応だ。面倒くさくなんかないよ、しなつちゃんもレイちゃんも。ただ寂しがり屋さんなだけでさ。寂しがり屋じゃない。寂しがり屋なんかじゃない。まったく、全然、これっぽっちも寂しがり屋なんかじゃない。こうやって否定するところはめんどくさいかも。やっぱりめんどくさいんだ。落ち込まないの。私は全然気にしてないし。本当？本当だよ。だってこうやって一緒にいられるんだからさ。どんなことだって楽しいって。アイラ。お、その顔かわいい。もっと見せてよ、しなつちゃん。やだ。そんなこと言わないで見せてよ、しなつちゃん、お願い。あ、しなつちゃん、おはよう。見せられるはずがない。さて、空なのかね。あたしゃ君が悪いよ。ああ、まったくだ。天変地異の前触れだってんなら、いっそはっきり分かった方が気が楽だ。大丈夫だよ。そっちのおばあちゃんおじいちゃん、この空もうすぐ終わるからさ。
いつも通りの毎日になるよ。ご安心を。あんた知り合いかい？今の子。いや、だが妙な説得力を持ってる娘だったな。やっぱり麦塩は美味しいね。いやいい飲みっぷり、惚れ惚れするね。ちょっと惚れ惚れするって何よ。浮気するつもり？そんなつもりで言ったんじゃねえよ。今のはこの言葉のなんちゃらってやつだ。俺はお前一筋だって。知ってる。のろけごちそうさま。二人ともそのまま仲良くね。やはりここにいたのか。ちなつちゃん、追いかけてきてくれたの？そのようなものだ。心配されるぞ。抜け出したのが皆に気づかれたら。すぐに戻るって。こっちの赤麦シュアの飲み納めをしたかっただけだよ。飲み納めか。いよいよだな。いよいよだね。っていうかあんまり長居するのも悪いし、ランドソルにいる間しなつちゃんにも聞こえてたでしょ、町のみんなが話してること。赤い夜空のことか。確かに気味悪がっていたな。大っぴらに何かが起きてるわけでもない。でも気は休まらない。そりゃ楽しくはないよね。侵入者への警戒を促す警告だ。異常事態だと知らせる役割は果たせているな。まあ誰が侵入者なのかを隠してもらえたのは良かったね。おかげでのんびり麦塩が飲めるし、みんなに怒られたりしないしさ。それだけセキュリティプログラムに自信があったんだろう。実際私たちは追い詰められている。だね。自信を持っちゃうのも当然だよ。リセットの先に行く方法を見つけるという目的は果たせなかったな。お互いに。まあ最初からすんなり行くわけないよね。気楽に行こう。今はこっちに来られただけで十分。それに皆と出会えただろう。その通り。すいません、注文聞くの遅れちゃって。何にします？赤麦酒はグラスで。かしこまりました。もう二度と飲まないんじゃなかったっけ？グラスならいいだろう。文句があるのか？ううん、全然ないよ。むしろ付き合ってくれてありがとう。覚えておけ。これからの修行に役立つ。さすがしなつちゃん、こんな時でも修行なんてさ。みんな慌てないで冷静にね。下手に動かなければ大丈夫よ。フィオちゃんが言うとすごい説得力だね。それにしてもなんでワープクリスタルを使わなかったの？あれだったらもっと簡単に移動できたんじゃない？
エリスの正確な位置が分かっているわけではないからな。それにワープクリスタルの数も限られている。ユイが探知するたびに使っていてはすぐに枯渇してしまう。こんなことなら私も持ってくればよかったな。いつも使ってないから存在をすっかり忘れちゃってたよ。あれ、キズ君ちょっと顔色悪い？風邪酔い？シナツ、一旦休憩を入れよう。わかった。そうか、私の風邪の操作が甘かったから。日々精進だね。鍛えられるところがあるのはいいことだよ。知れないな。本来であればもう少し調べてみたいところだが、今雪玉を投げたのは誰だ？さあ誰だろうね。そうか、アイラだな。迷いなしで当たってるけど。だってこんなに雪があるんだよ。これはもう雪合戦をしない方が失礼になるって。誰に失礼なんだ？ああ、雪か。アイラの言うことちょっとわかるかも。なんだかこう触りたくなっちゃうよね。冷たくて綺麗だもんね。雪合戦まではちょっと怖いけど、雪遊びなら。シナツ、みんなもこう言ってることだし、少しだけ遊ばないか？レイまで。いいんじゃない。これからまた忙しくなりそうなんだし、最後の思い出作りってことで。思い出作り。一緒に戦うことも思い出だけどさ、ゆるーい思い出を増やすこともいいでしょ。だからね。少しだけだぞ。そう来なくちゃ。よし、まずは雪合戦だ。やりたい人は手を挙げて。その前にアイラ、さっきの雪玉のお返しをしてやる。棒読みと
と一緒にすごい数が逃げろまだある？ある。知れないので、その前にと思って、ごめんなさい。ああ、気をつけてね、騎士くん。何かあったら声をかけて。いってらっしゃい。失礼しました。はい、こちらに耳を貸しなさい。騎士君、ごめんね。少しだけ離れていて。貸しました。騎士君からあの時の返事はもらったの。あの時の？レイジレギオンの本拠地へと向かう船の上、そこでお前は騎士君に伝えたことがあるでしょう。え？もしかしてそれって知ってるの？周りには誰もいなかったはずなのに。そんなことはどうでもいいでしょう。答えなさい。どうでもよくはないけど、あの件は今はいいの。あの時とは何もかも状況が違うから。今はシェフィーちゃんのことやロストした人たちを探すことが大事な時なの。それに私は答えを焦っていいような立場じゃないって思うから。だから待ちます。そう、草のゆい、お前は騎士君と冒険に出る。また彼との思い出を増やしていくでしょう。そしてきっと彼に惹かれていく。だがそれはうぬぼれ。思い出が増えたとしても私からすれば微々たるものだ。私の方が騎士君のことを知っている。お前とは比べ物にならないほどに。例えば今のは選別よ。微々たるものだけど持っていきなさい。何もないよ。
ちょっとよろけちゃっただけ。ほんの一瞬、ほんの一瞬だったのに、今見えた。うん、流れてきた。これがエリスさんの見てきた記憶。まだある？なんだこれ。
間は魔物を追い払ってくれてありがとうな。おかげで商売が再開できたよ。どういたしまして。よし、ここでやったらもう何かの縁。ほら、こっちの野菜を持っていきな。いいんですか、こんなにたくさん。いいんだよ、少年がいなかったら村からランドソルに来る時もうかいうかいの指導士だったからな。あんな気持ちさ。ありがとうございます。この世界線でも岸君は皆に慕われている。岸君なら当然。おや、アレディ様。コッコロちゃん。はい、あなたの忠実なしもべコッコロでございます。夏目コッコロ、グレートガイダンスの娘。セブンクラウンズの関係者が彼の近くにいることは不愉快だが、岸君の生活が不自由なものになってはならない。今のところは目をつむる。主様、そちらのお野菜はどうされたのですか。お小遣いで買われたのであればすぐに補填を。さっきもらったんだ。なるほど、魔物退治のお礼に。依頼の後にもかかわらず依頼主が感謝の念を忘れないでいるとは、これも主様のお人柄ですね。私も誇らしいです。私もそう思う。あ、そこにいるのはペコさん。おいっす、こんなところで会うなんて運命ですね。やばいです。ユースティアナ・フォン・アストライア。カイザー・インサイトにとって代わられたこの国の王女。それにしてもお腹が空きましたね。もうお腹ペコペコですよ。野菜ならあるよ。食べてもいいんですか。それじゃあ遠慮なく。待ってください、ペコリーヌ様。せっかくのいただき物ですし、調理して美味しくいただきましょう。もう少しの間我慢してくださいませ。わかりました。みんなで食べた方が美味しいよ。そうですね、あなたの言う通りです。そうと決まれば急いでギルドハウスに帰りましょう。ユースティアナの方だけど、騎士君に対する言動は目に余る。だからこそどの世界線においても相応の罰を受けているのだろう。数ある世界線を確認した中でカイザーインサイトを倒す可能性が最も高いのはこの美食で、いずれ D 型検体を合流させるのはこのギルドかもしれない。いいわね、ミネルヴァ。
まだやる。どうして近づくの？あ、岸くんの目に D 型検体の顔が映ってる。何がおかしいの？子供の考えることはわからない。岸くんのことなのに悔しいけど。シェフィー、いい子、なでなで。シェフィー、いい子。キシ君、アニータもいい子、なでなで。変わりなさい、D 型検体。シェフィー、私が撫でるわ、騎士くん。いい子、いい子。ようやくここまで来られた、騎士くん。もうすぐだよ、もうすぐ会えるからね。今はここまでのようね。これ以上は検体が壊れてしまうから。検体？岸くん、またね。今のが検体を動かせる限界時間。短すぎる。検体が自我を取り戻せば、その機会すら失われてしまうだろう。やはりまだ力が足りない。それに検体越しではフィードバックも十分ではない。次は私自身の手であなたに触れるね、騎士くん。え、怖っ。見てきた記憶、それもほんの一部でも。そうだよね、エリスさんはずっと見てきたんだから。たった一度きりの記憶しか残っていない私なんかじゃ到底かないっこない。でも岸君、ゆいちゃん、どうだった？エリスは。そうか、
何も問題がないならよかった。ゆいちゃん大丈夫？大丈夫だよ。数は少ないかもしれないけど、私が見ている騎士くんは私だけのもの。エリスさんにだって渡せない。だって私たちは別々の恋をしてるんだから。よし、みんな行こう、新しい冒険の場所へ。不怕，あなたのためにやったわけではないわ。分かっている。彼のためだろう。ええ、他意はないわ。帰還の準備をする。ガイド要請、手を貸しなさい。あなた程度でもいくらか役に立つでしょう。失礼ね、あんた。確かに権限はあんまりないけど、それでもやれるだけのことはやってるんだから。そうなら、やれるだけやりなさい。腹立つまあまあフィオ、ここは私たちを助けると思ってね。はいはい、わかってるわよ。やればいいんでしょ。やれば。それにしても不思議だな。なんだか懐かしいや、ここ。私の世界にあるソルの塔とは違うって分かってるのにね。ああ、その感覚は理解できる。やはりここがベースということなのだろう。そうなのかもね。ね、みんな覚えてる？再構築の前にみんなでここに登った時のこと。おかしなことを言うわね。そんな記憶あるわけないでしょう。私たちは初対面なのに。いや、体験した記憶でなければあるな。それは私たちの記憶とは読めない。さらに言えば、全員の出来事が完全に一致するはずもない。おのおのの世界で騎士君に選ばれたのは別の人間なのだから。それはそうだけどさ、でもみんなソルの塔で生まれたことは同じでしょ。だからちょっとくらい記憶が違ってもさ、なんとなく思い出話っぽいことを話せると思うんだよね。ぽいことか。例えばさ、シナチちゃんのとこだと天狼破断権ってどうなったの？私の世界では
最終的にオクトーが使っていたの。ノエムから託されていた。そういうこともあるんだ。エリスちゃんのところは？さあ、どうだったかしらね。あれはどうだった？メタモルレグナントが生み出した偽物。あー、いたいた。すっごいやりにくかったな。ねえ、エリスちゃん。よくもまあ、自分のことのように話せるわね。そんなこと言わないでよ。エリスちゃんとお話ししたいんだよ。エリス、付き合ってやってくれ。付き合ってやって。誰のせいで忙しくしていると思っているの？この3人に共通の思い出はない。たとえ元のデータが同じでも、全員が全員違うルートをたどっている。ただ全員が限りなく似たような傷を抱えて生きている。この共感は他の誰にもできない。どんなに人のことを思いやれる人間にだってできない。トゥインクルウィッシュとしてここに来て、そして生み出されたこの3人だけにしか。サーバー確認。ゴルカロリー、アドミニストレーター、シナツ、アクセス権を確認。アクセス権取得。サーバー確認。リンクス、アドミニストレーター、アイラ、アクセス権を確認。アクセス権取得。問題ない。あとはあなたたちが持つソルオーブを起動するだけ。
これでストーリーは見た？いやー、これでお別れか。ほんとあっという間だね。そのうちまた会いに来るからさ、お姉さんのことを覚えておいてよね。約束だよ。相手は物理なんで物理防御力だな。これで行ってみましょう。特にアイラはな。無量すごいな、タンクだな、ほんと。ほとんど減ってないもんな。Okay. お疲れ様です。主様、旅の準備を整えて、より充実した冒険をいたしましょう。
主様、旅の準備を整えてより充実した冒険をいたしましょう。いないのか。主様、旅の準備を整えてより充実した冒険をいたしましょう。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。ストーンズキャラかな。
つある。消費物がでかい。成長のあのあれが足りないよな。追いつかない。そうになった。星さんだからな。
この辺やっぱり後回しになっちゃうしな。かかるって言っても星5までやもんな。一応上げてみるか。風の力使いこなしてみせる。スタジアム終わったか。まあひとまず。このアイウィッシュ握りしめる手を後編も含めて全て終了です。まあ、イベントストーリーでやって受け取ることができる報酬があるようです。確認してみてください。こっちの世界ってアイラの世界よりも涼しいんだって。結構違うんだね。いつか遊びに行くときは絶対薄着にしようね。
はい、ということで、よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。TwitterX のアカウント、ぜひフォローお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。